痩せる人と痩せない人の違い、それは三つの疲労を厭わないこと。まず一つ目は疲労。ダイエットのために自炊をする、簡単なエクササイズを日課にする。そして二つ目は日労。一週間など短いスパンではなく、半年から一年という長いスパンで継続をする。最後に三つ目は疲労。自分の自己実現のために自己投資ができる。費用を投じることで自分に得る気を出させる。痩せない人は面倒くさい、継続できない、お金はかけたくない。それでは痩せません。10年、20年、培った脂肪がそんな簡単に落ちると思いますか？あと、失敗したらと考える人。ダイエットする前から失敗することを考える時点で、失敗します。ダイエットに成功する人は、痩せてきれいになってやるという目的しか見ていません。本気で痩せたい方はプロフをチェック。